はい、皆さん、どうです。いや、今日ね、緊急で、ちょっと撮ってます。こちら、楽天リンク。楽天リンクのアプリが対応しました。今までやったら、iPhone は使えなくて、Android でのみ。で、通話が無料。そして、1年間、無料。うん、利用料も無料で、メッセージとかも無料で使えて、無料の通話ができるっていう。なんですけども、ついに iPhone に対応しました。こちらグループチャットもでき、楽天リンク入れとけばできます。そして詳しいことなんですけど、詳しくはまあアプリの、この下のとこにね、一応、詳しくはこちらっていう感じで、楽天の、それぞれのね、ページ、リンクがあって、そこに、で、使い方とか、多分これで調べてもらうと分かると思います。一応、Android の方で楽天リンク使ってるんで、まあ、招待コードというかあるんですけど、それも、一応概要欄に載せておきます。いやー、これね、いいですね。これで、iPhone 持ってる方も、無料で通話。で、楽天エリアでは使い放題になります。で、まあ、使い方的に、そうですね。どうだろう。具体的には、そうですね。まあ、ほとんどこれ、この動画は無編集で出すかもしれないですけど、まあ、ついさっきね、なんか、情報がずらずらずらって、なんか、他にも動画上げてる人もおったんで、出したんですけど、一応まあ、自分が持ってる招待コードもこちら入れときますんで、一応ね、利用される方、よろしくお願いします。これから入るってことは。でね、ちなみに、この対応してる、Apple の iPhone、iPhone で対応している機種が一応決まってて、10S 以降、iPhone XS、それから iPhone 11、それから iPhone SE、SE2。だから 10S 以降の端末はいけるんですけども、それ以外、それ以前の端末に関してはちょっと今のところは対応しないそうです。なんで、まあとりあえずね、楽天リンク対応しちゃったことで、今回はとりあえずね、速報的に動画作りました。それではまた。慌ててて、ライトつけてなかった。それではまた。